こうか。あ、ちょうどいいね、大きさも。はは、ちっちゃい。ちっちゃいな、これ。まあ、仕方ないか。多分これ同じブロック重ねるより、なんか、ちょっと変えた方が。うん、もちろんもちろん。下はこれでいいと。これじゃ、うん、ね、これでいいと思います。うん、壁もこれでいいと思います。はい、じゃあどっちが男子でどっちが女子ですか。こっち男子やな。右って言ったらいいかな。そう、そっちが男子、左女子で、トイレ作って、女子は2つか、男子は小便器と、大きいのか。ちょっと壁の形変えた方がいいか。おう、こう、ちっちゃいか。ちっちゃいカツカツやからな。さすがトイレだから、個室一つでもいいなら、うん、ここに一つ作って、個室一つだね。うん、なんかこんな感じ。おお、ナイス、それそれ。いこうか、個室。うん、ちっちゃいけど、まあ仕方ないよ。でここに手洗い場を作れるから。そう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 、こんな感じか。ありがとう。完璧じゃないですか。完璧じゃないですか。え、これドアってどんなドアね。どんなドアっておかしい。もうそうするしかないよね。ですね。あ、待って待って。水入れとかないと。そうだ。はい、OK。OK。ドアは普通に鉄のドア。鉄のドア？まあ、鉄ドアで。か、うん、白樺でも地味に見られないもんな。ああです。まあ、一応開けれるように白樺でいっか。うん、白樺にしとこう。そうです。うん、上は普通に方言の方がいいかな。入れるかな。まあでもこれじゃもう最悪ですね。最悪だな。ダメだ、やめとこう、それはダメだ。一段上高く、もうちょっと高くしよう。もうちょっと高くね。うん、これはこれでいいと。で、方言を入れればどうだ。結局入れないんだよ、これが邪魔なんだ。入れない。あ、でもトイレって一段高くても、あ、そっか、目隠しがいるな。階段で行けるか。鉄格子でも入れない。鉄格子入れない。PMF ワールドナイン。今上空いてますよね、基本的に。うん、ハーフブロックかなら。ハーフブロックと乗れそう、トイレに。感じ。ほっ、乗れないね、トイレには。ここ一マス開けないといけない。じゃあここをハーフブロックと。これじゃ広すぎる。そうだね、広すぎるね、見られちゃう。やん。いや、もうそれは気にせずにやろっか。気にしないで、うん、ここ上のやつは、うん、じゃあ何もなしでもいいか。いや、これもう乗れないようにすればいいか。乗れなくてもいいんかな。うん、じゃあもう鉄のドアでもいいかもしれないですね。これでいいか。これでいいでしょう。高さはこのままか。はい、はい、次は女子トイレ。女子トイレどうする？どうします？手洗い場は確保しないとね。そうそう、手洗い場。個室が2個？広い方がいいのかな。男子みたいにちっちゃくはできないか。あ、待てよ、この形が一番。この形でいく？こうして、あ、ちっちゃいな。それかたまにある外に手洗い場が何か置いてあるみたいな。あー、セーフ。俺が置こう。
はい、これで。たまに。これでも。うん。これでも大丈夫かな。俺なんか一段階なな水減ってる。うん。やったよ。ちゃんと。俺これ瓶でやったから。ああびっくりした。なんか勝手になくなったのか。じゃあこれもちょっと変えられる男子トイレに。うん。個室広くできますね。おお、そうだね。もう一マス広くすればなんか洋式じゃねえ、和式のやつ作れます。おお、いや一個でいいでしょ個室は。もう一個広げますかじゃあ自分。そうだね。でこれを外して。うん、これだったら和室のやつできますね。うん。こう。和室？和室。和式のトイレ？こんな感じで。いやいいよ、普通に洋式でいいよ、洋式で。こうかな。よし、広く作って。こんな感じっしょ。でもそうですね。OK。ピープルメイキングザファンワールドナイン。よし、よし。いいんじゃない？本でドア置いて。これであと蓋して大丈夫か？あ、待って、そうだね。臭いとこには蓋しよう。ですね。はい。まあここはこんな感じでいっか。あと屋根、屋根これ豆腐ですかね。屋根は豆腐でいこう。で豆腐で、うん、豆腐でいいけど端っこと天井はちょっと考えよう。天井ブロックがね意外と、うん、ハーフブロック石のこんな感じ。豆腐は豆腐でいいと思う。ですね。さあ中はまあ羊毛でいっか。羊毛か雪かな。羊毛じゃないですか。ああえそれでやっちゃうもん。いやこれなんかこっち側に屋上があるから見えちゃったらダサいかなって思って。そうそうそう、だから羊毛置いちゃおうかなって。この真ん中のところ。あ、そこのこと言ってたのか。そうそうそう。トイレの中は普通に石でいいと思うよ。ですね。うん。じゃあ、カーペットで、ふわーっと。白でいこうかな。オッケー。オッケー。トイレ完成。あ、いいね。あ、いいじゃん、いいじゃん。じゃあ、これ手前の花壇ちょっと壊した方がいいかな。そうだね。邪魔すぎ。ここら辺まで。うん。そうだね。そこら辺までにしとこうか。ちょっと邪魔やったかな。ここが端か。うん。じゃあ、壊しません、ね、ドラキさん。はい。作っていくと。いえいえ、いいですよ。ここは草ブロックでとりあえずいくか。この木はどうだ、邪魔かな。いや、木は置いといていいんじゃないかな。自然な感じで。木を入れるか。うん、まあ、ここは草でいっか。問題ないかな。問題ないと思う。うん、じゃあ今日はこれで完成ですね。ですね。PMF ワールド9。一回夜にしてみますか。そうですね、はい。あ、これ、そう、前やったことあるんですけど、なになに？木にグローストーンを埋め込むと光るんですよ。お、すごいじゃん。こんなんできるんだ。わー、いい。一番カモフラージュできますよね。うん。木の色としてグローストーンが多分。あ、確かに。おお、すげえ。こんなのもできるのか。ということで今回は
こちらを作りました。どどん、東京タワーです。おお、来た。夜になると綺麗だな。綺麗ですね。うん、めっちゃ綺麗やん。おお、すげえ、光が届いてますよ、天井に。おおおお、結構完成度高いね。もうこれ地味に観覧車超えてますよ。うん、超えてる超えてる。うん、この町で一番高いやつですね。おお、すげえ。でちゃんと外観もうまくいったしね、これ。ね、いいよこれ。ちょっとな、やっぱあれかな、中が寂しかったかな。寂しいか、中にもグローストーンじゃねえや、レッドストランプ置いたりね、なんかしてみてもいいかもしれないですね。うん、ちょっとこれは寂しかったかもしれない。これはまあ裏作業でやりましょうか。そうです、適当に。そして最後はトイレ作りました。はい、あー、トイレ頑張ったね。頑張りましたね、今回めっちゃすごいよ。あ、女子トイレから入っていくドライさんでしたね。ごめん、男子トイレやった俺は。いけねえいけねえ。おー、小便器もちゃんとできて、だいぶ OK、 いいねえ。よし、じゃあ登ってみよう。登ってみましょう。うん、ちょっと登るの大変だなこれ。見えねえな。見え、落ちる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 、これ見ようとするとちょっと、あ、でもちょっと端なら、あー、落ちる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 。怖え、これから三人称になるときついな多分。あ、三人称、落ちる落ちる落ちる、ちょっと待って、きつい、きた。あ、三人称でやっと見える感じか。あ、ドロイさんが見える、ガラス見るかか、マジで。あ、見えるんだ、ネームタグだけだけど。あー、そういうこと。いいねこれ、できてるよ、ちゃんと見えるよ。うん、おお、来た。あ、夜景色いいね、夜も観覧車が明るくなれば大丈夫やな、これで。そうですね。うん、さあ、いかがだったでしょうか。よかったらね、参考にしてください、この東京タワー。おお、ガオーガオー。はい、それでは以上で終了いたします。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いします。バイ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 、顔顔連続顔。